皆様聞いてください。届きました。嬉しい。私がずっと欲しかったチェストなんですけど、最近インテリアをもうちょっと可愛くしようっていうことでいろいろちょっと見たりしてるんですけど、ずっとチェストが欲しくて、ウッドのチェストなんですけど、すごい可愛いのをゲットしました。ローヤってとこでこれ今回買ったんですけどね、めっちゃ可愛いから今日はこれも設置していきたいと思います。やばい、でもなんか重すぎて、想像以上に重すぎて、一人でできるのかな。うわ、映ってんのかな。見えてますかね。これどうしたらいいんだ。これは、誰か。私も数々の家具を組み立ててきたので、でもこれ多分組み立ててあるのかな。できると信じているんですけれど、ちょっと予想以上に重すぎて心配。重すぎるかも。いや、できる、私ならできます。あ、怖いな。わあ、かわいい。色がもうすでにかわいい。じゃん。素敵じゃない。ちょっと、わっ、木のめっちゃいい香りする。一回持ち上げたいんだが、いけるかな。なんかね、配達の人は玄関まで上げてくれたんですけど、そっから先はやってくれなかったです。これを持って、足がどこにするんだろう。中に入ってくれた。どこにいらっしゃるんですか。あった。説明書。本当多分足を取り付けるだけだと思うので、回してとりあえずつけていこう。わ、嬉しい。私はちょっとここにメイク道具とかを入れようかななんて考えて、一応ドレッサーが私の家にはあるんですけど、ドレッサーをもう使わない気がしまして、でもうちょっと壊れてるんですよ、引き出しが。ドレッサーを一回処分したいなと思って、となるとコスの収納の場所がなくなるので、ここに入れようかなみたいな感じで考えてます。これが足、見つけます。ここに穴があるので、ここに足をつけていきます。めっちゃテンション上がりますよね。結構大きなお買い物じゃないですか、家具って。お部屋が一気にガラッと変わる感じがして嬉しい。イエス、できた、完成した。組み立て早みたいな。でもこれを立てるんですよね、今から。どうやってやろうかな。できるかな。え、足折れそうなんですけど大丈夫。え、どうしたらいいんだ。こういく、足折れそう。これこの状態で一番やばい。え、どうしたらいいんだろう。
ジこれ本当ガチで重い。あ、どうしたらいいこれ。じゃーん、こんな感じ。え、かわいい。こんな感じでめっちゃ入りそう。とにかくこの色合いがすごいかわいいんですよね。これこういうチェストがずっと欲しくてゲットしちゃいました。ちょっとまだ全然あれなんですけど、とりあえずイメージ的な感じでこんな感じで、まあ、こういう植物置いたりとか、これはジャックムスのフォトブックなんですけど、めっちゃ可愛くて、そう、こんな感じでとても可愛いブックがあるんですが、こんなのをちょっと飾ってみたり、あとポスターとかもね置きたいなって思ってるので、それはまた額縁が来たら動画撮ろうかなと思います。ちょっとこんな感じでいろいろインテリア頑張って作っていこうかなって思ってます。とりあえずこのチェストが我が家に来ました。かわいい、超かわいい。すごいシンプルなタイプのものですね。取っ手とかも何もついていない、どんなインテリアにも合いそうな感じのチェストです。やだ、ということで、とりあえず本日はチェストが届いたので動画を撮りました。何か進展があったら動画撮りたいと思います。ではバイバーイ。はい、ということで、ようやく重い腰を上げましてコスメの移動をねしていきたいなと思います。あ、ちなみに髪の毛染めました。またハイトーンにしちゃったよみんな。私本当に飽き性で、あの黒髪も気に入ってたんですよ。でもなんかハイトーンの方が似合うくないって思っちゃいまして染めちゃいました。どうですか、どっちの方がいいんだろう。でも前のハイトーンよりは少し暗めに染めてもらってて、そう、なんか前は結構もう明るい感じのハイトーンだったんですけど、ちょっと暗めにしたんですけど若干落ちてきたかな。結構明るくなってきたかも。そう、でもやっぱ暗くすると明るくしたくなるし、明るくするとやっぱ暗くも戻したくなるなみたいな、本当に難しいです、自分の感情と付き合うのがっていう話は置いといて、コスメ、そうですね、新しくゲットしたチェストに詰め替えようと思って、本当にこの今のこのドレッサーも結構壊れてきたりとかしてて、あの引き出しが全部開かなかったりとか、あんまり使えてなくて、最近もうなんかポーチに、ちょっと持ってくるかな、本当にあんま汚いんですけど、どうか引かないでいただきたいんですけど、今使ってるコスメたちはこんなような感じで、あのデカポーチにですね、もうパンパンに入れてこんな感じで、もうほんと引くでしょ、マジで引いてください。いや引かないでほしいんですけど、パンパンに入ってまして、こんな感じでこっからいつも撮ってメイクをするっていう、もうとってもガサツなことをしているので、ちょっとこれではいかんと思って、でもドレッサーは多分使わないなって思ったので、まあ、チェストに移動させていこうと思うんですけど、まあ、この機会にちょっとコスメの断捨離もしていこうと思って、結構コスメが溜まってきてしまっているのと、もう結構前のコスメもあったりするから、そういうのも頑張って断捨離していこうと思ってます。なのでちょっと今から断捨離しつつコスメを移動させていく感じでやっていきます。何がグーだよって感じですよね、本当。もうね、本当に私、まあ、とりあえず やっていきましょう。もう多分このまま行くとずっと喋り続けちゃうと思うから、とりあえずやっていこう。最初はさよならするコスメから分けていこうかな。よし、やろう。なんか段ボールあるかな。段ボールに詰めて、ではこちらの段ボールに詰めていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。本当にあの汚いんですけど申し訳ないです。
最近本当に割と決まったコスメを使うことが多くて、あんまりこう使えてないコスメが多いんですよね。なのでちょっと今日思い切って断捨離していこうと思います。結構今断捨離席入ってるのでいけるはず。本当ありがとうっていう気持ちを込めて断捨離していきます。こういうのとか多分私何年前に買ってんだろう。もう本当こう下手したら高校生ぐらいの時に買った。それはないか、高校生はすがにないな。もう卒業してちょっとぐらいの時に買った記憶があります。やばいなって思ってます本当に。でもコスメとかってやっぱ使用期限があるたりするじゃないですか。多分大体2年とかって言われてると思うんですけど、もう余裕で2年なんか経っちゃってるやつあると思うから、手入れしていかないとと思って、好きだから取っておきたいっていう気持ちもあるんだけど、全部が全部使えるわけじゃないしっていう。コスメってその使用期限があるので、ちょっと心を鬼にしてやっていきたいと思います。みんなってコスメだったらこれついつい買っちゃうみたいなのあります？私はもう断然圧倒的リップなんですけど、多分家にも同じようなカラーあるんだろうなとは思うんですけど、でもこの色かわいいみたいな、本当に私が今探し求めていたカラーとかに出会うと、その家に多分似た色味あるんだろうなって思いながらもやっぱ買っちゃうんですよね。でもなんかここら辺とかも本当に余裕で使用期限切れてると思うんですよ。もうだって何年前、これ多分私が YouTube 始めたぐらいの時からある気がするから、やばいやんやばいやん普通に。でもなんか今これ見て懐かしいっていう気持ちになった。すごくあ、よくこれ使ってたなみたいな気持ちにもなる。やっぱ蘇ってくるものですね。香水とか私蘇りやすいんですよ。香りってすごい記憶が蘇ってくるんですけど、そういうのないですか？この香りよくこの時代つけてたなとか、たまに自分が使ってないけどよく遊ぶ友達とか人の香りっていうのもなんとなくで覚えてません？たまたま街中で通り過ぎた人の香水が多分その友達とかと同じ香りでみたいな、この香りどっかで嗅いだことある、誰だっけみたいな、ありません？私結構あるんだよな。まあなんかこういうパッケージがめっちゃ可愛いみたいなやつ皆さんどうしてますか？これ本当に聞きたい。私ちょっと残しちゃうこれは。これも確実に使用期限は切れてるんですけど、残しておきたくなっちゃう。私今こうやってめっちゃポンポンやってるけど、本当はねすごく葛藤してますよ。クソだろって思われると思うけど葛藤してます。でも本当にこういうのは勢いもつけてやらないと一生残しちゃうので、でも物が溢れ返ってしまうので、ここはちょっと頑張りたい。はい、ということで引き出しの中身が全部終わりました。真っさらです。ちょっと今すごくたくさんバーって並んじゃってるんですけど、厳選してこんな感じになりました。引き出しの中まだあっちの棚が残ってるので、あっちもやっていきたいと思います。はい、ということで今コスメの整理がまあ一通りちょっと終わりまして、まだもう少し細かいものとかはあったりするんですけど、一通り終わってこんな感じでザザッとコスメがございます。でこのケースなんですけど、これもともと引き出しの中に入れてたケースで、これはね使えそうかなと思ったので、ちょっとホコリとかを今から拭いて新しいチェストの中にも使っていこうかなっていうふうに思ってます。じゃあとりあえずこのウェットティッシュでこちらケース拭いていきたいと思います。ちなみにこれは IKEA のやつです。前の白いドレッサーも IKEA で買ったやつで、もう結構これはずっと使ってるかな。こっち上京してくる前から使ってるやつで、そうなので何年まあでもそんなにあれか、4年とかかな。私こっち上京してきてどんぐらい経つんだ、2019年の4月にこっちに来たので、でもうすぐ2023年の4月だから、4年ですね。すごいな、なんか今思えば19歳でこっち出てきて一人で暮らして生活してるってすごい自分で言うのなんだけどすごいと思う。自分じゃなくて
もし他の19歳の子とかが上京して一人で一人暮らししてますっていう風に言ってるのを聞いたら多分すごいねってなると思うから、まだまだ22歳、もうすぐ23歳のお邪魔なんですけどね、私もまだそんな私でも19でもうこっちで一人で暮らしてるのって多分思うと思うから、今よくよく考えてみたら行動力すごかったなあの時、今こっちで一人でやろうと思ったな。最初私も一人暮らしする時一番最初はもう結構不安というか、一人で暮らせるのかなって不安だったんですけど、まあでも一人暮らししてみたら実際自分でね何とかするしかないし、困ったらねお母さんとかに助けてもらったりとか周りの人に助けてもらったりとかしますし、もしこの動画を見てる一人暮らしこれからするんだけど不安っていう方は何とかなるので大丈夫です。もう私も一人暮らしベテランだな、4年目だよ、だって4年経つ、5年目ってことは、あ、ちなみにね今の家引っ越してきて2年経ったんですけど更新しました。この家結構ね本当に便利というかすごい暮らしやすいところで私は気に入ってるんですけど、でもう少し欲を言うならもうちょっと日が入ってきてほしいかな、朝とかお昼に。私のこの部屋の方角的に夕日がすごい入ってくる部屋なんですね。それもすごく気に入ってるんですけど、ちょっと朝日だったりとかお昼の時光がもう少し入ってきてくれたら嬉しいなっていう。家でこう YouTube 撮ったりとかしてお仕事してるとお昼の日の光って結構重要なんですよね。自然光ってすごくいい光だから動画を撮る上でも、そうだから夕日もすごく好きなんですけど、この仕事じゃなかったら夕日入ってくる家でよかったかなって思うけど、この仕事してると昼に日が入ってくる部屋はいいなって思いますないものねだりなんですけどね。そんなこんな話してたらじゃん、拭き終わりました。ケース、突然のサムネ撮影多分使わないということで今からこのお気に入りの新入りチストちゃんに入れていこうと思います。どうしようかな、どうやって入れておこうかな、全然決めてなくて、っていうこれとか入るのかな。うわぴったりじゃない、うわすごい、ちょっと待って、みんな見えます、見えないよね。これがこっちは入るの、こっちもいけるのか、これ正方形かこう入って、でさらにちっちゃいやつがじゃじゃん、なんということでしょう、隙間がこんだけしかございません。すごい、もう1セットこれがあるからこっちこんな感じで入れようかな。わかります？このギリギリまで開くのが、こう取りやすい。すごい嬉しい。前のイケアのドレッサーはギリギリまで開かなくって、奥の方とかも何があるかわからなくて取れなかったんですけど、これ奥の方まで取れる、嬉しい。じゃあちょっと、この中に入れていきますか。ということで、何時間だろうか、今1時なんですけど多分7時過ぎぐらいから始めていると思うので、8、9、10、11、12、5、6時間ぐらいかかりましたまずこのチェストのね、あの上を今まだ決定っていうかではないんですけど、とりあえず今置いてる段階ではあるんですが、ちょっと紹介しようかなって思います。いろいろ増えたので、まずこのポスターなんですけど、これどっちもエッチーっていう海外でこう個人でやってるすごくこう小さいショップがバーってあるサイトがあるんですけど、そこでデータを買って、でポスター業者に依頼してポスターにしてもらって飾ってます。でこの額縁とかは楽天でゲットしたもので、すごいこうデザインが私のタイプで可愛くて、やっぱこの赤い感じもすごく好きだし、とっても可愛いなと思ってこの2つを購入しました。これは私の推しの与えさん
のアルバムです。結構これ大きいんですけど、こんな感じで置いてて、このダッシュのマネーツリーはサブリナが前のあのポップアップの時に差し入れでくれたマネーツリーです。結構育ちました。頑張って育ててます。この奥のお香を立てたんですけど、さっきまでちょっとお香を立ててたんですけど、今もう全部終わってしまったんですが、これは倍までゲットしました。お香を立てとかインセンススティックホルダーみたいな感じで調べると出てくると思います。この手でこう持ってるみたいな感じで、ここに穴があって、ここにこうスティック刺すんですけど、これすごい可愛くてお気に入りです。やっと届きました。で、まあこの香水たちはビジュアルがとても可愛いのと、これはずっと最近いつも定番で使ってるやつなんですけど、このマルジェラのコーヒーブレイクっていう香りもう一時期めちゃくちゃ使ってました。結構甘めだから、ちょっと使う場面を選ぶかもしれないんですけど、これも結構好きな香り。でも最近はこのエピックのオルフェオンにハマってます。この奥行くと、これ今なんとなく置いてあるんですけど、パロサントでこうなんか編集する前とかによく炊いたりとかしてるんですけど、この器は3コインズでとりあえずでゲットしたものです。でもちょっと色味があんまり気に入ってなくて、これはちょっと変えたいなって思ってます。今これキャンドル炊いてるんですけど、これはザラホームのホワイトダンデリオンっていう香りのキャンドルです。これはマーシャルのスピーカー、 Bluetooth のスピーカー、これは H&M ホームのフラーベースなんですけど、まあお花入れてもいいんですが、こんな感じで置物みたいな感じで飾ってもすごく可愛いかなと思ったので、ここに置いてみました。まあとりあえず今はこんな感じなんですけど、マネーツリーの植木鉢も変えたいし、照明とかもね置きたいなと思ってるので、まだ完成ではないんですけど、とりあえずでこんな感じになっております。そして皆さん、お待たせしました。こちらの中コスメ収納頑張ったので、ちょっとみんなに見てもらいたいじゃあまずここの1段目からいきます。リロリロリー、まあ、ドレッサーの収納とそんなに変わってはいないんですけど、ここに下地とファンデゾーン、他のものもちょっとあったりはしますが、ファンデゾーンと、こちらがチークハイライトゾーンで、ここもハイライトとかシェーディングとかが置いてあるところです。こんな感じで結構うまく収納できました。そして続いてこっち、じゃじゃーん、こんな感じで、まずここがねシャネルのゾーンですね。もうおシャネルさんはやっぱり特別な、ね、コスメというか、とても気分が特別上がるコスメなので、ちょっとまとめてみました。ここら辺全部アイシャドウとかチークとか、でこれもリップとか、これも全部リップです。でここはアイシャドウをこんな感じで、これ立てて入れたかったんですけどね、立てて入れるとここがつっかえちゃって入らなくなっちゃったので、こんな感じでちょっと重ねてますが、この辺はアイシャドウが入っていたりとか、ここもちょっと長めのアイシャドウとコンシーラーとかリキッドのアイシャドウとかが入ってます。でここもアイシャドウが入ってて、こっち行くとここがアイライナーで、マスカラ、アイブロウ系で、この奥も、まあ、ちょっとマスカラとかリキッドのアイシャドウとかが入ってます。で続いてこっち、ここ結構すごいかも、じゃーん、わー量がえげつないですが、どんだけの顔があるんだと、顔1個なんですけど、本当にね何人分ですかっていうぐらいの量ですが、まあ主にこれのリップがこんな感じで、マックのリップもねめっちゃ大量ですね。でここら辺はシューのリップですね。シューのリップ裏がこんな感じでカラーが分かれてるので、結構分かりやすく収納できた、嬉しい。これは前のプレッサーの時にも置いていたリップケースなんですけど、そのまま入れてます。高さ大丈夫だったのでそのまま入れました。こっちはあのメイベリンの私が好きなスーパーステイマットインクシリーズ、ちょっとこれぴったりすぎて取るのが難しいんですけど入れております。でここら辺は、まあ、アイシャドウとかちょっと入りきらなかったファンデだったりとかがこんな感じで置いてあって、こっちはアイシャドウですね。結構大きめのパレットのアイシャドウが入ってるんですけど、これ実は重ねてて、無印の引き出しを一個一個バラバラにしてケースみたいな感じで使ってて、これをちょっと重ねておいてます。このアイシャドウパレットと、あとは単色のアイシャドウをこんな感じで
は入れてみました。一番下もこんな感じで、もうやっぱ見てるだけで幸せ本当に次こっち行こうかな。じゃん、こんな感じです。ここは結構ちょっとごちゃごちゃしちゃってますが、この辺はリップですね。クレームシューのリップとか、ディオールのマキシマイザーだったり、ちょっとツヤ系をメインでこっちは入れてるかな。ここら辺とかも結構ほとんどツヤ系、ここら辺はマットだけど、下とかは結構全部ツヤ系が入ってたり、こちら辺はちょっとストックみたいな感じで、まだ開けてないコスメだったりとかをこんな感じで入れております。でこのポーチにはブラシとかツール系のものが入っております。そしてこっちの2段目、じゃん、ポーチとかがバッて入ってますね。でここはマニキュアゾーン。私がお気に入りのザラのマニキュアはまた別のとこにあるんですけど、その他のマニキュアがザザッとこんな感じで入ってます。でここはまあスポンジだったり、これは油取り紙かな、あとヘアゴムとか綿棒とか、まあ、細かいものをこんな感じで入れてます。最後ここはもうほとんどなんかストックというか、クリスマスコフレとかが入ってるかな。こうパッケージが可愛くてあんまり出番はないけどみたいなものが結構入ってるかも。でここにもムラシがちょっとザザッと入ってて、あとこれはコットンですねっていう感じです。はい、ということで、もうめちゃくちゃ疲れましたもう本当に集中してめちゃくちゃバーってやったのですごい疲れましたね。疲労感がすごいですけど、まあでも達成感もすごいです。嬉しい、本当に私このチェストすごい欲しかったものなので、まあでも予想外にもほぼほぼ埋まってしまったんですけどこの下の2段とかちょっと高さあるんですけど、あんまりこう高さを活かせてない、あここじゃないか、ここら辺とかさあんま活かせてないと思うので、まだこんだけあるからこの辺とかはもう少し考えたいなって思ってます。まあでもほとんど埋まっちゃいましたが、ドレッサーがね、そう全部空になったので、あれをちょっと処分してスペースができるので、まあちょっといろいろね、お洋服の整理とかもゆっくり、ちょっとまだやる気になれないので、結構このコスメの整理で体力消耗したので多分当分お洋服の整理はできない気がしますが、まあまたやる気になったらお洋服の整理もして、もう少しお家をスッキリしていけたらなと思ってます。ということで、まあ今回の動画ちょっと何の動画って言われたらわからないんですけど、でも私がずっと欲しかったこのチェストをゲットしたっていうのと、コスメ収納もう久しぶりだったかな、結構に紹介してみました。結構あのコスメ収納の紹介もしてほしいっていうお声もいただいていたので、新しくするこの機会に紹介できてよかったかなって思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。